久保さん、今回は木、別れる木にしましょうか。はい。別れ目ですね。人生の分かれ目っていうのはね。うん、まあ、あの、普通に就職しても、そもそもその時点で別れてますよね。雇われる側なのか、雇う側なのかっていうのが、完全に分かれてますよね。で、ここはまあ、どう考えてもたどり着かないんですけども、 あの雇われてる立ち位置だとそこでどれだけ枝ばかれしたとしてもどれだけ出世したとしても結局雇われてるっていうねまあ僕は一応雇われ社長、まあ、雇われの中でもトップまで行きましたけどもやっぱ結局雇われてるんですよ <laughs> 結局雇われてるんでうーんまあその組織の中にいる一部でありそ,そのまあ言葉はあんま良くないですけど結局その組織の駒でしかなくて まあそのまあセブンイレブンとかコンビニのオーナーとかもそうじゃないですかあの看板もらえるけども本部に上納しないといけないですよねうんまあ上納しなくてもいいフランチャイズもあるかもしれないですけど大体の仕組み構造はそうですからだから本当に100%自分のリンゴの木を 植えたい自分のリンゴの木を100%自分でもぎ取るんであるならば自分で木を植えるしかないですよ別れたところに行くんじゃなくて自分で木を植えるっていうねそうたとえ明日が明日世界が滅ぼうとも私はリンゴの木を植えるみたいなねとりあえ自分でリンゴの木を植えないと始まらないですねだから僕が本当に新しい人生がスタートしたっていうのは自分で木を植えたっていうか自分でリンゴの木を植えたっていうところですよね自分一人で始めたっていうところがやっぱ あのーまあ、あとはね、うん言葉を綺麗に言うならば、僕の人生に他人を巻き込まないっていう、綺麗に言うならね、社員を雇わないって決めて、バイトも雇わない、うん、っていうふうに決めたことを綺麗な言葉で言うならば、自分の人生に他人を巻き込まないっていう、綺麗に言うならばね、うん、自分は自分で生きると。 まあ結局その、まあ、僕は組織に入って思ったのが何だろうな結局その巻き込まれる巻き込んでるんですよね会社という組織にまあその足並み揃えて巻き込んでるんですよねうんまあ別にそれが悪いとかいいとかまあどっちでもいいと思うんですけどうんやっぱまあ究極は自分の人生ですから自分がこう生きていくっていう自分に集中する自分に全集中するっていうのが いい生き方うんでも自分に全集中してるんだけどもそのまあ従業員とかそういう関係性だお客さんっていうポジショニングで人と関わってでまあ、人の人生に携わっていく携わってるんだけども、うん、それは従業員とか正社員とかそういうその組織の一員として働けとか働くっていうの役なく そのお客さんも自分の人生を変えるために子として動いてる。別に僕のグ,グループ会社でそれ動いてるわけでもないし。うん。まあもちろん塾っていう一つのコミュニティにも入ってるんだけど、みんなが子である。みんなが子であり、みんなが自分の人生を持っていて。なんか、うん、僕はこれからの時代は全部個でいいと思うんですよね。うん。なんかもう、なんか、 人生,人生の分け合いというか慰め合いというかうんい大きい まあ昔とやっぱ今が違うので、まあ、これから100年後200年後は生きてないんで分かんないんですけども昔はその一人で稼ぐっていうこと自体があんまりその選択がなかったのででも今はかなり選択が増えてきたのでねうーん,なんだろうな別にそのこのなんかあれが判例するんじゃないかなっていうそ組織で働きたい働く層と個人でこう動く人の層がそのうち反 対するんじゃなないいかなっていうのはありますよ、ねまあそれは何百年後か分かんないですけどうんだからそれ時代ですよねなんか,か YouTube の発信者まあね YouTube も何十もう出た時はずっと見てますけどその発信する人たちのその層を見てても思いますよねだからその障害持ってても発信してるしなんか障害 YouTuber みたいな感じで出てきてるしなんか うん時代は本当に変わってるなっていうのはすごく感じますね。うんだからまあ、あのー、うん、まあいずれにせよですよ。いずれにせよ変わってるっていう。あなたが変わらなくてもいずれにせよ変わってるので間違いなく。だからど,ど,うどう生きるかですよね。僕はもうこれから生きていくためには、子で、子のパワーですよね。子でこう稼ぐっていうのは、子で生きていく力、これをつけた方が、 生きやすすいいいんじゃないかなかと思いますねうんやっぱ組織はね生きづらいですようんだから組織を作るとするならば子でパワーがあってその子のパワーにーんシンクロする要はその、まあ、久保さんと僕みたいな関係ですねなかなかまあ久保さんと僕みたいな関係は作れないと思うんですけどこの関係が一番ベストだと思いますよ久保さんに依存してないし久保さんは僕に依存してないし 個でありでも個であるんだけどつながってるし <laughs> だけどつながってることに依存もしてないしこのね関係性が究極系かなと思いますねそうお互いにメリットもないのに続けられるしまあこれちょっと究極系ですよねそう別にもうあの商品も売ってないですからね、うん うん、久保さんは久保さんで、まあ、好きにやってもらって、僕は僕で好きにやってもらって、だから動画のやり取りをするってよくわかんないですよね。で売る商品もないでね。億万長者合宿3年前に終わってるんで。うん。まあこの関係性が究極かな。で、なんかまあ気があってね、気があってまた何かやりましょうってなったらすぐやれるだろうし。<laughs> うん。でもす、あのやり、一緒にやりましょうって言っても、久保さんにお金はないみたいなね。そう。<laughs> 自分で作るみたいな。 <laughs> そうまあ,あの合宿やるんだったら合宿費用は出しますけど <laughs> 合宿の,その泊まりはこっちで出しますけどそうな,かなかなかスパルタなんですよねそれでも関係性がこのなんだあの大丈夫っていうなんかよくわかんないですよねでも結構僕ねセミナーやセミナーまあまあ、まあ、今最近セミナーやってないんでわかんないですけど基本的にセミナーのギャラないんですよなんでかっていうと まあちょっと久保さんはあれかもしれないですけど他の塾生さんとか一緒にセミナーやりましょうって言った時にセミナーを僕と一緒にやるっていうところに価値を感じてくれるというか,なんか人前でこう話してそういう場所でこう自分が、まあ、ぶっちゃけそこでも、ね、宣伝できるわけじゃないですか自分をね。 うん、だから普通、普通、宣伝するって、広告費払わないといけないんだけども、僕が集客して、無料で告知宣伝できるわけじゃないですか。億万長者合宿のプログラムでもそれありましたけど。だ基本的に、セミナー一緒にやろうよっつって、そのセミナーのね、まあ、ぶっちゃけ、そのセミナーとかだったら、セミナー参加費とかそんな高くないので、うんまあ、僕の集客もだったら、そんなに分配してもそんなの売り上げにならないですから。 だから一回もなんかそれないっすね。だからセミナーやろうっつって。うん。で、OK。もう別にそのお金の話もないしね。うん。単純にその一緒にセミナーをやって楽しむっていう。うん。普通だったら多分ね、セミナーの参加費分配するとかお金どうするとか話し合いあると思うんですけど、やったことないっすね。うーん。 なんかまあ基本的に週は僕なんで僕が週でセミナーやりますそのゲストとして出たいですみたいな出たいですっていう人が結構やってたんでうんまあまあ当分セミナーはやんないですけどねちょっとコロナがなくなることはないのか分かんないですけど当分セミナーはもうちょっと当分やんないですねうんまあぶっちゃけもうセミナーやんなくてもいけるなっていうのはこの3年僕セミナーやらずしてずっとやってるので。 昔はね、セミナーが主でずっとやってたんで、とにかくセミナーやってっていうのをずっとやってたんですけど、セミナーやんなくても、まあ、普通になんとかなるなっていうか、なんとかしてきて。うん。てか、セミナーやんないほうが楽ですからね。あの、やっぱね、会場を抑えるのめんどくさいんですよ。うん。あれめんどくさいんですよね、会場。特に合宿なんかは、その、宿泊費付きで探して、なんかその、 ね、何人来るのかとか性格のあれとかもなんか料理とか、ね、なんかいろいろちょっとごめくさいんで自分が、うん、はいな感じですかねいってらっしゃい